れがいいかな。よし、始めます。ズバリここだ。さあ、とっておき。ここで隠し味を。よしよし、順調だね。お前たち、またしても至高のアイデアをひらめいたぞ。へえ、今度はどんなの？なんだ、随分と聞き分けがいいんだな。お父さん逆に心配。ああ、気にしないで、諦めただけだから。そうか、それはそれで複雑だが、まあいい。今回思いついたのは背を伸ばす薬だ。あれ、意外とまとも。いやいや、お父さんだし油断しちゃダメだよね。お前たちが仲良くしてる商人の女の子いるだろ。ホニャネリアさん。商人？コルネリアさんのこと？あ、そうそう、その子、風の噂で身長の悩みを抱えてると聞いてな。お父さん、よかった。改心してくれたんだね。利己的で勝手で、マトサイエンティストで、人生の落語者にも等しいため人間だったお父さんが。スーちゃん、今晩お赤飯隊長、お祝いパーティーやらなくちゃ。あれ、大丈夫かな。お父さん今日泣かずに眠れるか心配になってきたぞ。とにかく今回の課題はこれだ。俺がマッドじゃないって証明するため、もといコルネリアさんへの恩返しのためにしっかり頼むぞ。順調だね。よしよし、順調。
と行き先は。いらっしゃいませ。これで。杖。しかし錬金術師ってのはどうして杖を使うやつばっかりなんだろうな。言われてみればそうですね。スーちゃんは違うけど、ソフィーさんとか私とか。なんでなんだろう。そっちの方が賢く見えるからとか。いや、案外もっと実用的な理由かもしれねえな。錬金、その間はずっと立ちっぱなしだ。ってことは、気づいた頃には足腰はボロボロ。その対策のために杖を持ってるんじゃねえか。いつ歩けなくなってもいいようにな。夢がない。あまりにも夢がないです。それそうですよ、却下。そんな理由は却下です。せっかく考えたのによ。じゃあどんな理由なのか教えてくれよ。はい、あ、ひらめきました。材料が足りないとき、へし折ればそのまま調合に。ビビ、それも十分夢がない。まあ何でもいっか。錬金術師には杖が似合うってこったな。武器を作るのか。で、どれにするんだ。材料を選んでくんな。この材料で、よし、完成だぜ。ほら、受け取りな。材料を選んでくんな。材料を選んでくんな。
どの武器を買い、つけるパーツを選んでくんな。つけるパーツを選んでくんな。どの武器を改造するんだ。つけるパーツを選んでくんな。つけるパーツを選んでくんな。つける、どの武器を改造するんだ。材料を選んでくんな。どの武器を改造するんだ。防具を作るのか。どれがいいんだ。材料を選んでくんな。この材料でいいんだな。どの特性をつけるんだ。これでいいんだな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 。これでいい。よし、完成だぜ。ほら、材料を選んでくんな。このどの特性をつけるんだ。よし、完成だぜ。私にだってできるもん。くらっちゃえ。
さあ、行くとしよう。面白いものがあればいいんだけど。はい、新しいレシピに挑戦挑戦。何作ろう、どれ作ろう。触媒で一味加えよう。材料はしかない。